どうもどうも、メトクマブラック建設会社の皆さんです。おう、みんなスキン新調してて可愛いじゃなんか寝てるやつおるな。ちなみに設定的には下っ端2人とそれのリーダー、横にいるのはオーナーの石油王です。一人だけ格が違いすぎるだろ。そうそう、休日のおっさんも忘れずに。何こいつ？ということでどうも皆さんこんにちは。ダイヤツ食べるときは頭から、それ以外の人類は滅ぼしました。霊夢です。最初の挨拶本当にそれで大丈夫マリサだぜ。ちなみに前回が3日目まで、今これが4日目なんですけど、すでに村人が収容されてました。割と前回から村人に人権あるし、いなかったし、まだこの家があるだけ人権あるだろ。そしてよく見たら修繕もすでに出てました。しかもそこそこ低コスト、エメラルドもたくさんありますし、ダイヤボールやツールも簡単に集まるようになりましたね。まあ実質ダイヤ無限というわけか。そんじゃ本格的にエンダーマントラップの準備に取り掛かっていきますか。まず最初にそこら辺のメンバーから羊毛を奪います。ほら、その手に持ってる羊毛よこせ。おら、ねえ、資材集めって知ってる？ってことで無事に羊毛を集めることができました。無事ではないメンバーも現れたけど、アバダケダブラ。エンダーマントラップを作る上で一番大事な作業、それはエンダーマイトの名付けシーンですよね。全然初耳だけどな。ここでどれだけ視聴者を笑わせれるか、つまりこのシーンで実況者の技量が測れてしまうわけですよ。絶対そんな重要なシーンじゃねえだろ。というわけで私とっておきの名前を考えてきました。自分でハードル上げちゃうんだ。ちなみにエンドまではネザーで繋がってるので道間違えました。さてと、では下っ端二人で早速トラップを作っていきたいと思います。まあたまには経験値トラップの作り方講座でもしてみますかね。おう、いいじゃんいいじゃん。それではまず足場を作ってできました。間違えました。危ない危ない、素でパンチするとこだった。素手じゃない可能性秘めてんの子は。じゃあまずは本当から10日ブロックで2スタック分くらい離れます。集めやすいので歯ブロックがおすすめ。まあこの部分は前回エンドラ戦の時に終わらせてたのでオッケーですね。オッケーだけどオッケーじゃねえな。そんで下っ端1号は本当から落ちないよう横にハーフを置いています。落ちないように注意しましょう。下っ端2号はエンダーマンの受け皿を作ってます。 3×2 マスでハーフの下にはホッパーが隠れてるとか隠れてないとかいう噂を聞きました。あれ伝えて。次に待合室の天井を張っていきましょう。待合室は高さ3マス未満にしないとエンダーマンくんが永遠にワークしてきて大変なことになります。一回見てみたい感はある。ただ 2.5 マスにしたら上に水張ると大変なので基本2マスにしておきましょう。そうしないと霊夢さんがチョコをみんなに配るそうです。あれ伝えて。そしたら下っ端2号はエンダーマンが落下する場所を作っていきます。ちなみに40マス上に適当に積んでるんですが、皆さんは37ブロックにしておきましょう。どうやら失敗したよ。では地層までまた葉っぱを16個置きまして、エンダーマンが押し合って落ちないよう道を3マスにしてあげます。ここマジで三が日の伊勢神宮ぐらいエンダーマン来るからな。伝わりづらすぎるだろ。そんでエンダーマンが落ちる側には3マスの階段を、反対側には脇層を作るんですが、そんなに大きくなくても大丈夫です。ただエンダーマンが伊勢神宮に向かう方向にだけフェンスを設置してあげましょう。伝わってんじゃねえか。落ちてくる側にはトラップドア、下の処理層と同じよう6マス設置してあげます。そんで脇層と反対側の方にハブロックを2マス伸ばして、その上に奪ってきたカーペットを置いていきます。これ作る上でカーペットを奪うのは前提なんだ。そしたら今これカーペットの上にももう一段カーペットがある状態で、この二段目の真ん中にエンダーマイトを置いていきます。まあまあまあ、私くらいの実況者にもなればエンダーマイトなんて一発で出しちゃいます。一発で出ましたね。よく飛んでるんかな。てなわけで名札で名前つけてトロッコに乗せて無事に完了。最後にその上からさらにカーペットを一段重ねましょう。あとは待機場所の上に水を張っておくとエンダーマンがワークしなくなります。ってことで無事に完成。ちなみにここから5時間くらいはずっとエンチャントしてる映像しか流れません。やりすぎだろ。でこんな感じで自動でエンダーパールしてる機構作ったのはいいんですけど、この直後くらいに録画止めてエンダーマンにやられて、アイテムが全部この機械に吸われました。アバダケダブラアバダケダブラ。アバダケダブラ。ということでさっき全ロスしたって言いましたけども、ロストした時にもらったエリトラもしっかりロストしちゃったんで、謝罪の意を込めてエリトラを探しに行きます。ちなみに途中で前半分がないエンドシップもありました。あんなバグだよ。とまあなんやかんやでエリトラ6つを納品。これでエリトラロストのことも許してくれるでしょう。ほぼほぼ全カットのエリトラちゃんかわいそう。ポチッとなー、いってらっしゃーい、いってらっしゃーい。ということでここからはみんなの装備を集めるべく攻撃を主にしていきます。いってらっしゃー。よしよし、順調に進んでますね。どこ行くねー。トロッコを外しまして、とは。今の一撃で攻撃が大変なことになりました。ちなみに村人に攻撃すると今のように攻撃価格が大変なことになるんですが、これ一応時間経過で元に戻るんですよね。友の死は時間経過で許されるんだ。まあこれ元の攻撃価格になるまでリアル1時間かかりましたけど、1時間で許されることかな。アバダケダアバダケダブライノビラス。ということで攻撃と経験値トラップを往復してみんなの分のツールを揃えています。最近ずっとエンダーマンしか倒してないもんな。お、なんか気づいたら山の内部に何やら怪しげな場所が。どうやらここは全自動農場っぽいな。あっておかしいな。まだ一応5日目なんだけど、効率も割と化け物じみてるんですよね。わお、こんな効率いいのかよ。えぐい。マジで130チャンクの畑作ったやつ出てこい。普通のコアバダケダブ。そろそろ視聴者にエンチャントと経験値トラップとアバダケダブラ以外のシーンを見せたいんですが、いかんせんこの3つだけで録画ファイル20時間近く占めてるんですよね。何合いバグってんのか。アバダケダブラ。
けだブ。てなわけでついに完成しました。フルエンタツール&防具セット。かける4つ。これ作るために丸2日くらい頑張ってたもんな。それ以外にもかなり強いエンチャント装備や本も残してあるので、これでみんないつでも作業に集中できるようになりました。作業のためにゴリゴリ作業を厭わない系実況者。そんじゃ拠点前に納品してこの日はお休みなさい。てなわけで少々やご用でネザー要塞までやってきました。アンドラ倒してからネザー要塞起点だよな。というのも今までずっと作業のための下準備をしてたんですが、作業のために一番大事なもの、みんなならもちろんわかりまぎーこんです。リコーンってことは探してんのはウィザスケの頭ってことか。そうなんですよ。でもなぜかおかしいことに、このネザー要塞30分歩いてもウィザスケどころかモブ一匹も湧きませんでした。しかしうちのメンバーは優秀。私がわざわざウィザスケ狩りをするまでもなく頭がすでに集まってました。じゃあもう要塞で歩いた意味なかったじゃん。まあせっかくなのでまずは正々堂々と二人で戦おうとしたら、ずっと一人だけ追われてるので私は上から聞く。追われてる側は逃げるのに手一杯だから、霊夢がさっさと攻撃当てなきゃな。任せてくださいよ。でも強いて言うなら攻撃外しすぎてウィザー体力全回復しました。霊夢終わってんな。で気づいたら今度は私が追われてましたので、どーん。はい、これで一匹目は終わり。関係ないんですけど、さっきのウィザー暴れすぎじゃね。ホイソンじゃ2体目を召喚しまして、脳筋ゴリゴリで倒しまして、無事にビーコンを作ることができました。鉄はトラップがあるからいつでもマックス効率で整地できるな。あや攻撃しすぎてほぼなくなりました。あんだけ使ってんだよ。ってことでかなり放棄してたくさん鉄を集めてきました。ビーコンさえあれば私はいつでも前マス待ってきました。え、いやー結構高さがあったので、この範囲でも4時間近くかかっちゃいました。さらっと4時間カットしてるの子は。まあでもみんなのフルエンチャ作るのはこれの5倍くらいかかってますからね。案外バカにできた作業でもないですよ。まあ、正直あれくらいの聖地ならなんとも思ってない自分がいる。普通にぶっ壊れてんぞ。私ちょっと気づいちゃったことがあるんですよね。ネザライト装備ってあるじゃないですか。おおお、それがどしたってばよ。あんなの作るよりフルエンチャダイヤツールたくさん揃える方が早いなって。考え方もバグってたわ。まあネザライト装備揃えるんですけど、というわけでちょっくら森の洋館に遊びに来ました。せっかくなら節のトーテムとか持っておきたいですもんね。でもあれアイテム欄圧迫するから結局使わないじゃん。いいもん一応持っとくんだもん。うお、てかここにいるのはレイじゃないですか。私何気にサバイバルしてて初めて見つけました。全部で7匹もいたので頑張って拠点に連れ帰りました。確かアイテム持たせるとついてくるんだっけか。なぜかわかんないんですけど、あれ半分くらい消えてました。お右手に持ってるもの見てみ。とまあ今回はこんなところで、よかったら高評価とコメントしてくれるととってもモチベにつながります。そんじゃまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。